も長坂レモンです。本日紹介するキャホジャー、ババーン。いや、でかいカード詰め込んだデッキです。はい。そうですね。金属製の巨像って、どうやってコスト軽減するかっていう話なんですが、基本的にですね、前までの無色のデッキって、2マナのマナファクトを置いて、3マナのマナファクトを置いて、5マナのマナファクトを置いて、コストめちゃくちゃ軽減されたから、速攻入れるよねっていうデッキでした。はい。ただですね、コストの高いアーティファクトを、置いていけばね、それだけで十分なんですよ。はい。なので、今回はですね、グレートヘンジさんや、パルヘリオン2さんにご出張いただきまして、でかいマナファクトから巨像を叩きつけるデッキとなっております。はい。楽しいんですわ。はい。めちゃくちゃ楽しくて。グレートヘンジがね、巨像に3枚ポコンで立てたりとか、なんか急にパルヘリオンが、なんか殴り始めたりとかね、めっちゃ楽しいんですよ。はい。なので、ぜひともおすすめはできるかな、微妙なラインですね。はい。で、今の環境ですね。基本的にヤシャーンとカーンのハガコリノリがあれば、大体のものはメタれます。はい。なのでね、この近辺だけ残しつつね、グレートヘンジで、殴っていけたらいいのかなという感じなんですが、非常にね、非常に言いたくないんですが、パルヘリオンは、ちょっとなーって感じです。いや、私としてもね、めっちゃ使いたいんですが、パルヘリオンはね。どのタイミング来て引いてもちょっと弱かった。悲しい。なのでね、スカイソフィンは強いんで、こっちの方はね、割かし動いたりするんですが、パルヘリオンだけね、どうも盤面に出ないんですよ。めちゃくちゃ悲しいですね。はい。というわけで、今回はね、こんなデッキで使ってます。サイドボードに関しては、追加のグレートヘンジパルヘリオンとか、いつものね、強そうなカード選びとかね、入ってます。で、白いデッキっていうこともあってね、キャラスの質疑とかも全然入るので、いろんなところに対応自体はできるんですよ。対応する間もなくね、すごい展開力で押しつぶされたりとかするので、なんとも言えないんですけどね。はい。ただですね、今の環境、必須環境ですね。歴史の脅威機って多いんですよ。ただその歴史の脅威機って、カーンからハガコリに降り出したら結構止まるんですね。はい。今回のね、撮ってきた試合にも、カーンからハガコリ置いたら止まった試合めちゃくちゃあるので、はい。なので、今の環境とりあえずカーンは入れるかなと思います。はい。で、逆にですね、こういうアイテムデッキ使って対戦相手にカーンがいたときに、そのカーンを落とせる用のカードをなんとか、用意しておくべきなのかなと思います。なのでね、メインクラスカイソブリンとかは、マイナスから入ったカーンを落とせたりとかするので、結構使いやすいカードではあります。なのでね、いろんな方法で楽しんでみましょう。はい、というわけで、このデッキの勝利ですか？いや、終わりかな。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。先行ならギリ許容じゃないですか？そうですね。一応再生者から動くにしても、ギリ許容の範囲かなと思います。ヤシャンとカーンでね、一応そこそこの相手は見れるので、こっちの方を期待していきましょう。スカイソフリンも簡単に出そうですね。できれば、マナ加速系が欲しいな。勇者。これ多分、花面章出せない気がするんですよね。相手赤単速攻ですね。ちょっと嫌かもしんない。ちょっとどころじゃないぐらい嫌かもしんない。ミラリの見た目取られたわ。もう、ファンタップインの土地は偉い。再生者から。緑かな。次のターンはヤシャーンですね。ヤシャーンから、神殿かなと思います。鎖回し。で、ヤシャーンで。で、神殿を置いて、これは、ウェリッカ。
テンバレスの冒険が一番嫌ですか。そうですね。うん。追加義足。鎖回しは取れないので、これショックとかじゃないかなと思うんですよね。まあヤッシャーンは取られてもいいか。ショックではない。お、グレートヘンジが引けた。ならグレートヘンジ、え、さすがにスカイソブリンですね。あー、それなら芳醇の神殿でよかったですね。エンド。ウェイク持ってかれるのが一番嫌ですわ。ブロックで。この骸骨は岩引きですね。まあ、ミラーリの目覚め使われるよりは全然マシなので。いいでしょう。カーンから出せるのは3マナか。3マナでいいものありましたっけ？いや、それよりもこっち出した方がいいよな。ただただでかいカードを出してあげましょうか。で、エンド。もう一番下がってたらグレートヘンジまで出たんですけどね。まあ、しゃあない。スカイソブリンに乗って攻撃する必要はないと思います。アナックス、はい。なんとかしてアナックス消したいですね。まあ、大丈夫か。ガラスの棺とかも全然あるので。まだ全然いけますね。ターンもらって。グレートヘンジ。カーンか。あー、対戦相手登場ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これはマリガンかな？そうですね。高校でこの手札は無理ですね。先行なら、まあ、ギリギリ許容した可能性はありますが。これは、アルフェリオン下かな？さすがに、まだ早いですね。いやー、パルフェリオン出せる試合を取りたいですが。はい。まあ、土地は OK でしょう。土地の代わりになるカードは多分今は全部欲しいかなと思います。相手は霊吉ですね。対戦者。はい。サイソブリン間に合わないですね。バラクートの覚醒、はい。間に合ったっぽいな。ソブリンから召使い落とします。変な。次のターン、再生者、僧侶から、もう一回出ますね。はい。持ち置いて、僧侶。スカイソブリンを、起動して、殴ります。殴った時についでに召使いを持ってきます。まあ、あと1で霊吉の脅威起動されちゃうので、ちょっと嫌なんですけどね。これはもう年として置きます。次欲しいのは、脅威起動しましたね。変なもの出ないでほしい。
緑組座行くなら次のターンガチャ続行ですね。はい。オオカミアナギをもうとっとと解体します。はいはい。殴ります。次のターン、まあ場合によってはかな、勝てるのは。まあこの霊吉ガチャでもう一回外れ引かなきゃ勝てないので。あ、そりゃ3点ゲインやったな。そうですね、もうちょっと時間かかりそうですね。ガチャ続行ですね。ただこっちはカーンを引いたので、相手にこれ以上霊七ガチャをさせることはないですね。はい。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、3マナまでが繋がるんでキープですかね。カーンもいるので、てか今の環境、カーンが出せるかどうかみたいなゲームが結構あるので、まあ、これでいいかなと思います。はい。まあ、3ターン目からの動きなので、ちょっと弱いんですけどね。まあ、しゃあないかなと思います。とりあえず、ガイコとカーンを立ててね、安心がしたい。あー、また霊騎士ですね。これは、宝珠の神殿でいいかな。下かな、さすがに。最近これ入りが流行ってるんですかね。はい。まあシーローかな。なんか今日はシューラの占有地の賢者を入れたリストをよく見ますね。で、まあ霊騎士の脅威には何回もいますが、基本的には赤堀の檻をポンと置いてあげるだけでいいので。はい、これでしばらくはなんとかなりますね。天才の片鱗、シミックエネルギー、ターンを生き残らせる必要はないかな。生き残らせてもいいんですが、まあないかな。あ、引きましたね。じゃあミラーリメイクで。次はターンから6マナ出るので、どうしっかな。一旦巨像立てるもありやー。大体で登場ですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、大変よろしくお願いします。まあ、これはキープでしょう。キープで。天候もいいですね。できれば土地をもう一枚持ってきて、カーンを使っていきたいところではありますが。はい。アロサウルスがエルフですね。宝珠神殿から行きます。宝珠、これなら出そうかな。そうですね。持っときましょう。変だ。緑相手はね、カーンから何持っておればいいかは、ちょっとよくわかんないんですよね。まあ、基本的には、赤堀の檻とかが、赤堀の檻じゃないわ。ガラスの棺とかを持ってきてあげるのが一番なのかなと思います。次。ラチェボもありですね。できれば土地を持ってきて、スカイツブリに建てたいところではありますが、ラノエル。付属呼び？まあ、両方ともカーンかなと思います。止めて。
じゃあスカイソブリンで。まあ部族でしょう。で、一応スカイソブリンを大きくしておきましょう。エンド。はい。さあ、落としに行きますかね、これ。全力で落としに来ても、まあ、おかしくはないんで。まあ、次のターンには、なぜか知らないですが、グレートフェンジが立てれそうですね。私としてもなんでかよくわかんないんですが。スカイソブリン。あら、グレートヘンジ。2マナで出るか。そうですね。じゃあ、巨像も立てときましょうか。じゃあ、スカイソブリンは殴ります。落とすのは基本的にはロードかなと思いますね。ナノイル落としても全然ありだと思います。エンド。マーヴィンさん。ただ、マーヴィンだと、このままだとダメでは？カーンから。ぶっちゃけ何持ってきてもいいんですが、これは、ハルエリオンチャンスが次、大変ありがとうございました。はい、いかがでしょうか。パルヘリオン下に送ったりとかしてましたよね。最後の、パルヘリオンチャンスも、ねえ、うん、てか、そもそもあれはスカイソブリンが強すぎたゲームなので、はい、なんとも言えないですね。はい。まあ、相手が分しないデッキじゃないとさすがに戦えないのかなと思います。はい。まあ、やるならね、グレートヘンジから、挙動の流れ自体めちゃくちゃ強かったので、これをやるなら多分なんですが、緑単で組む方がいいかなと思います。ミラリの目線をね、ニッサの方に変えちゃって、まあ、スカイツブリンをね、土地から乗せるようにしたりとか、そんな感じで動けるので、まあ、あとはね、何かしらの方法で手札を増やす手段さえ、もうちょっと増やしてあげれば、なんとかなるのかなと思います。はい、というわけで。まあ、方向自体は悪くないです。ヤシャンカーンのメタリーみたいなのも多分全然できると思うので、はい、今後ともね、ちょっと遊んでいこうかなと思います。はい、というわけで。本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。